皆さんどうもこんばんは。こんばんは。日曜日の放送でございます。はい。はい。日曜日の放送は、いつぶりですか？あれ、そういえば久しぶりか。あれ、ずいぶん前じゃない？日曜日は。やってなかったっけ、日曜日って。土曜日にニード4やった覚えは。あれ、日曜日だったっけ、あれ。あれ？じゃあマジック以降やってない？かも。わーお。久しぶりですね。久しぶりですね。はい、ということはい。で、日曜日の放送でございます。おい。やってまいりました。ホビージャパンプレゼンツ NGC ラストクロニクル生放送。お相手は江戸さん&ふみいちのふみいちと、江戸さん&ふみいちの江戸さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。この番組では、ホビージャパンから発売しております。発売するごとにその、付近1ヶ月限定で放送するという、そういう番組となっております。なってます。12月の11日に、はい。リアルカードの、天空編第4弾が、はい、発売されましたので、発売されました。それを、きっかけに NGC の日曜日のラストクロニクルの放送が、再開したということでございます。はい。今日はですね、まあ、ご覧の通り、こちらに盤面と第4弾の天空編第4弾のブースターボックスがありますので、あります。こちらを使って、リアルカードの対戦をしようと思っております。はい。で、来週の日曜日は、ラストクロニクルの、イベント、はいはい、無料イベントのラスクロ天空祭というのが大阪で開催されますので、はい、来週はそちらの、天空祭の、中継放送となります。なります。で、年をまたいで1月の、17日、日曜日、1月17日、日曜日に、3回目のラスクロ天空編4の放送をやって、はい。1月24日に、天空編4の4回目の放送をやって、それで終わりと。なるほど。そういう4回放送となっております。はい、はい。ということで、その第1回目となる今日、まだアプリ版でカードが導入、アプリ版で天空編4が導入されていないので、はい、リアル版を使って、はい、今から江戸さんとふみいちで、はい、天空編4のシールド戦をいつも通りやろうかと、いうことでございます。でございます。はい。はい。デッキの構築から始めますので、はいはい、もしかしたらちょっと長くなるかもしれませんが、ですね。ぜひとも最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ということで、始めていきたいと思います。 NGC ラストクロニクル生放送天空編4、よろしくお願いします。お願いいたします。天空編4はですね、はい、イラストコンテスト、はいはい、以前 NGC で、優秀作品を決定して最優秀賞を決定したんですけど、はい、それの、あのカードも、はい、採用搭載されている、うん、パックとなります。各色にね。で、リアル版はもう発売済み、はいはい。で、アプリ版が、12月16日、導入予定と、もうすぐ、なっているわけでございます。はい、はい。なので年明けからのラストクロニクルの放送に関してはアプリ版を使った対戦をしようと思っているわけでございます。です、はいはい。で、今日の流れなんだけども、はい、まずいつも通りカード紹介コーナーを、2枚ちょっと紹介させていただいて、新型を、その後に、デッキを構築します。はい。で、デッキ構築が終わったら実際に対戦、はいはい、対戦、という流れでお送りしたいと。です。で、デッキ構築なんですが、はい、1人が組んだ後に場所を入れ替えて、この人が組んでっていうのをやってると、はい、それだけで1時間番組になってしまうので。そうですね、はい。構築だけでね、2人のうちのどっちかは箱だけ持って、はい、あ、持ってね、箱というか10パックだけ持って、はいはいはい、別室行き、あ、でそこで組むと。そう、同時に組むと、ね、そう、はいはいはい。だから対戦相手がどういうデッキを使ってくるかっていうのが、画面上は残された人は分かるけど、あ、まあまあ、残されてない方の人のデッキは分からない。なるほどね。そういう風にしたいと思ってます。はい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 。どっちが、別室行きになるかは後でじゃんけんで決めようと思います。ですね、はいはいはい。CA ショップとかでもいいですけど、あ、違う、そこカードがねえのか。そんな感じです。はい、はい。
じゃあまずはカード紹介コーナーからやらせていただこうかなと思います。はい、はい、では、ラスクロカード紹介コーナー踏み市から今日はじゃあ2枚紹介させていただきたいと思います。はい、はいはい、なんだっけ、ラスクロ、なんかカードチェック、あ、はい、ジャジャンがないですジャジャンがはい、じゃあ1枚目お願いします。はい、久しぶりだなさて、1枚目に紹介するカードはこちらです。はい、出た、名称天差の大翼ゼルバル、はい、というカードです。色は白、うん、はい、カテゴリーはユニット天使で、天空編になって初登場のレガシーのカードとなっております。はい、コストは白3のフリー2と重め、うん、はい、レベルは3、パワー3500の ATK3 と、うん、でクロノアチーブメントが2でスーパーレアです。はい、スーパーレアです。ちなみに、クロノ、違う、クロノレアバージョン枠であります、はい、ですね、はい、クロノバーストの効果は2ライフを得るという単純なものですね、うんうん、はい、はい、うんうん、効果、はい、まずデフォルトでオーラと勇猛を持ってます、うん、で、トリガーアビリティで、うんうん、このユニットが対戦相手にダメージを与えたとき、そのダメージに等しい数のライフを得るという、はい、ライフを吸収する効果を持ってます。強いですね、はい、で時代4になるともう1個効果が増えます、はい、時代4効果、フィールドアビリティです、うんうん、このユニットは対戦相手のコスト3以下のユニットとユニットカードの効果に選ばれず、はい、うん、それらから与えられるダメージを全て軽減する。すごい、つまり時代用のユニットからしか攻撃を受けないということですね。うん、あ、コスト、あ、コストだね、コストだね、あ、そうだね、うんうん、コスト3以下だね。そうそうそう、なのでコスト3以下のユニットとユニットカードのダメージと効果に選ばれないということですね。素晴らしい。コスト4以上のやつだったら、うんうん、効果に選べるということですね。そういうことですね、うん、はい、はい、うん、特徴、天空編4で各勢力に存在するレガシーユニットの1人と、うん、対戦相手に与えたダメージをそのまま自分のライフにしてしまうというダメージレースにおいて非常に優秀な能力を持つ、うん、勇猛とオーラも持ち、時代4からはスペックもパワーと ATK が5000の5となるので、時代3から4を見据えたフィニッシャー枠として使える1枚だと。5か、すごいね。まあ重いんだけどね。まあ重いは重い、白さんですから採用するかどうかって話になってくると、構築だとどうかなって感じだな、俺の中では。リミテッドだと、うんうんうん、まあ、こいつ出したら勝ちでしょみたいなとこあるけど、じゃあちょっとね、うん、除去する手段がね、正直天空構築って考えた場合、うん、そんなじゃない、そない気がする。あのパワーだけ言ったら正直結合でいくらでもパワーを上げられるの でしょ。それを超えることはできる。ただ、まあ、オーラ勇猛をどう止めるかみたいな、まあ、デフォでオーラ勇猛ついてるのはまあ強いんだけど、そうそう、でも5コスでしょ、5コス時代3でしょ、白3がな、時代3の白3の5コスって言ったら、こうこう構築だとちょっとね、とっちゃ難しいとこだね。メルファードの方が強い気がする俺。まあこれとメルファード並べたら超もう絶対勝てねえだろうみたいな感じにはなるけど、メルファードの方が強い気がする。あ、まあ、ね、リミテでだから今日もし向いて出たら、うん、まあ、採用率はあるかもしれない。そうだね、採用確率は高いかもしれないですけど、うんうんうん、そうだね。さあ、じゃあ2枚目のカード紹介したいと思います。2枚目のカードはこちらです。ドン、来た、はい、次はこちらです、はい、黒です、ダコン術の大魔防、はい、アルゴ、うん、色は黒です、うん、カテゴリーはユニット魔術師で、こちらもレガシーとなっております、はい、コストは黒2のフリー2、レベルが2でパワー3000、はい、ATK2、うん、クロノアチーブメントは2です、はい、でレアリティはスーパーレアと、はい、効果はですね、はい、トリガーアビリティが2つ持ってます。2つ、1つ、うん、このユニットが戦場に配置された時、うん、ユニット化ストラクチャーを宣言する、はい、対戦相手は宣言されたカードタイプを1個犠牲にする。ギャボー、エドンとは一体何だったのか。破壊じゃなくてさ、そうなんだよ。犠牲にするだったらまだよかったんだよ、またエドン。エドンとは一体。そうなんだよ。はい。2つ目のトリガビリティ、はい。対戦相手がユニット化ストラクチャーを犠牲にしたとき、うん、あなたの捨て札置き場にある、うんうん、ダコン社、はい、というカテゴリーのユニットカードを1枚選び、うん、それを手札に加えても良いと。これは強いんじゃない。アドバンテージカードですね。だよね。向こうのカード1枚なくした上で自分のカード1枚増やせますので増やせると、うん、でこいつ自体も場に出るから3000の2でしょ、時代2から。そうです。うわ、これは強いね。
これは4コスは安いですね。これさっきのよりやっぱり使いやすさで言ったらこっちの方が全然使いやすい。どう考えても強いですね、うんうん、4コスで除去できる上に、そうそう、カード、うん、回収もできる、うん、で自身も3000ある、うん、ってなると、うん、これは黒デッキ的には入れない。そうだよね、わけにはいかないから。入れないわけにいかないよね。こいつ今日向いて出たら 100% 入るよね。ねえ、まあ、ダコンシ入ってなくてもだな。なくてもです。とりあえずストラクチャー破壊がとりあえず出せるっていうのはでかい、うん、ユニットストラクチャーどっちか宣言できるっていうのが非常に強いですね、うんうん。特徴、天空編4での悪のボスがこのダコンシャの大魔防アルゴ、うんうんうん、白と黒に存在するダコンシャのユニット。このダコンシャっていうのが白にもいるんですね。あ、はいはい。このカードによって洗脳されたユニットということになります、うん。その能力はレガシーにふさわしくユニットとストラクチャーに対応でき、それに連動してダコン社のユニットを回収できるというもの、うん、汎用性も含めボスの貫禄は十分だというカードです、はい、なるほどね。これは強いです。ボス強いね。これ強いです。これ強いな。これ強いです。おバクアドですね。バクアドだよね、はい、バクアド。出されたくないやつナンバーワンみたいな感じだもんね。これ出されたら1個除去しなきゃいけない上に向こうカード1枚増えちゃうし、こいつ自体も3000あるし、どうしようかなっていう、うん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 、ただの4コス2の3000でも強いぐらいだわ。そうだよね、うん、おうおう。エドンとは一体エドン使ってる人いるの知らんけどまあそういうカードでした。はい、はい、以上2枚のカード紹介でした。ありがとうございました。もし今日このカード2枚が出たら、まあ、一応スーパーレアなので大当たりということでございます、うん、はい、おうおうおう、はい、さて鑑賞用とか言うな、はい。じゃあここからはですね、うん、リアルカードでシールド戦をやりたいなと、はい、思います。ちなみに、今紹介したカードの特徴文だったりスペックは、はい、発売中となっております。こちらの公式ハンドブック、うん、天空編4、はい、こちらに載っておりますのでよかったらチェックしてみてください。 いつも通りプロモーションカードも3枚入っております。一番後ろのところに入っております。一番後ろにまた浅原さんいますけど あ、このプロモ、え、これなんかこのプロモはアリスじゃないですよ。アリスじゃないよね。じゃないです。アリスチェシャ猫、世界に出てるチェシャ猫です。なるほど、はい、意外とこれカンコレに出てない、この人意外と強いはい、さてと、はい、じゃあ、うん、今からデッキを組むわけだけども、はいはい、1個のブースターボックスに15パックブースターパックが入ってます、うんうん、で、はい、シールド戦をやるんだけども、シールド戦っていうのは、うんうん、ブースターパック10パックを、はい、剥いて、うんうんうん、ランダムに選んでそれを剥いて、うん、でその中に、含まれてそこから出てきたカードの中から、うん、デッキを、最大50枚、40枚から50枚の範囲で、うん、組むと、組むと、うん、でその際特殊ルールとして、はい、同盟カードを何枚まで入れても大丈夫という、うん、はい、そういう、ルールでございますです、です、はい、うん、じゃあ実際にこの場に残って、はい、視聴者のみんなと喋りながらデッキを構築するのが誰になるのか、うん、はい、誰になるのか、それを、決めたいと思います、うん。カードをこの場で、開封しない方は別室でデッキを組んできて、うんうんうん、出来上がったら戻ってくるという感じになります。なるほど。制限時間的には、うん、まあちょっと診断紹介もあると思うんで、うん、30分やる？多く見積もって30分、まあ、30分はちょっとやりすぎ、まあ、30分か、まあ、多くて30分にする。そうだね、うん、で、まあ、切りが良かったら45分までにしよう。一応そうしよう、うんうんうん、じゃあそうしましょう、はい、10時45分まで、うん、デッキ構築ということで、はい、はい、了解です。じゃあ、じゃんけんで決めましょうか。まあで勝った方が、ね、勝った方が残るか、うん、はけるか選べる選べんだ、はい、ああなるほどね。じゃあいきます、はい、ラスクロじゃんけん、じゃんけんぽい、あいこでしょあいこでしょああ負けた。さあどっち、これ難しいね。俺今日は